どうもゴーです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、ちょっとこの懐かしいような気もするこちらからお送りしたいと思います。前回お話しさせていただきました3代目535トヨタライズ納車しました。納車したでというわけではなく、キャラバンの時と同様に少しもうね走ってます。ということで今回は祝納車3代目535トヨタライズ、外観と内装チェックと1000キロほど走ってみた乗り心地や感想などをお話したいと思います。はい、こちらトヨタライズなんですけど、まずはこのカラー、ナチュラルベージュマイカメタリックというカラーで、最近ね街でもちょこちょこ見かけます。白いキャラバンの横に並ぶと遊び心が満載で、やっぱりこの色にしてよかったなと毎朝出かける前に思います。そしてライズの一番のお気に入りはこのカクカクした顔、キャラバンのね武骨な職人顔にも負けずとも劣らないこのアウトドアフェイス、ベージュのカラーと相まってめちゃくちゃかっこいいです。フロントマスクはですね、兄弟車のダイハツロッキーとはねちょっと違うんですけれども、断然私はライズの方が好みです。そしてねこの横の樹脂になってる部分、いい感じにツートンになっててね、アウトドア感がより増してると思います。オプションのフォグをつけることで暗い山道も問題なく走行できます。後ろから見るとナンバープレートがこちらのバンパーについててね、ちょっと個性的で街で見かけてもすぐにライズやと分かります。そしてねライズの特徴であるこの角張ったボディ、ここがね直線になってるんで車庫入れも大変しやすいです。内装はね G グレードなので至ってシンプルです。 SUV の特徴なのかもしれませんが、はっきり言って収納は少ないです。運転席助手席周りで言うと、センターコンソールとドアポケット、ちょっと入る謎のスペース、カップホルダーはドアポケットに2つと、ここねエアコンのところがちょんとここにあります。ちなみにこのカップホルダーとセンターコンソールについてるこれは後付けです。サンバイザーの裏にはねこのようにチャキンと鏡もついてます。ルームライトは LED ではないですけれども、車内はねそんなに広くないのでこれでもね十分明るいです。シートもね程よくホールド感があって、街乗りぐらいではね全然疲れないです。ハンドルにはオーディオのボタンやメーターに表示される情報の操作ができるボタンがあって、キャラバンに比べるとドライビングポジションを変えることなくオーディオの操作等ができるので非常に楽です。ただねこのエアコン、オートエアコンなんですけども、操作がねクルクルなんで慣れるまでちょっとね時間がかかりました。では後部座席に移動します。リクライニングはねほんの気持ち程度です。こっからここ、前席のシートをね普段運転する位置に調整してもまあまあ座れてるので、このサイズの SUV にしては後部座席は広い方やと思います。全体的にね角張ったフォルムなんで、意外とね頭の上にも空間があってそんなに圧迫感はないです。では荷室の方見ていきましょう。やはりねこのサイズの SUV ということで荷室はかなりコンパクトです。ただこのねトノカバーとここの下のね蓋があるんですけども、これをね外すことでこれだけの収納スペースを生み出すことができます。この蓋をもう一度戻して後部座席を倒すことで、フルフラットではないんですが長尺もの長物とかも積むことが可能です。それではねこの使ってみたかったディスプレイオーディオです。ホーム画面はこんな感じになってるんですけれども、そこにですねこの Android のスマホを接続します。そうすることでここに Android Auto というアプリが表示されまして、そこをタップするとですねこのようにナビの画面が表示されます。ちなみにこれは今モビーリンクとかいうトヨタの純正のアプリを使っています。これでねタップしたら検索とかもここでできるので、純正のナビがなくても今のところ困ることはありません。スマホのアプリは使うものは限られてるんですけれども、必要最低限音楽や地図などは使えますし、この先もまだまだ使えるアプリ増えてくると思いますので、使い勝手など見てみたいと思います。またねテレビやHDMI などがあるので、助手席の方などや休憩時間にテレビや動画を視聴することもできます。ブラインドスポットモニターはこんな感じでミラーの端っこに車のマークが点灯します。他の車を感知している間にはウインカーを出すと警告音で危険を知らせてくれます。大きなディスプレイオーディオに表示されるパノラミックビューモニターは非常に見やすく、車庫入れがめっちゃ楽です。その他にも標準でついてる安全装置があるので、走行中駐車時などストレスなく運転することができます。
正直言ってキャラバンと比べるとかなり運転はしやすいです。上り坂の加速であったりとか下り坂のブレーキング、あとカーブの時の横揺れというんですかね、ロールというんですかね、そういうのがキャラバンと比べると断然運転はしやすいです。ただ一つだけ残念なのが、このサイドブレーキがカリカリになるんですよね。電動パーキングとまでは言わないんですけど、せめてフットブレーキだとこの体勢を変えずにね、サイドブレーキ引くことができるんでちょっと楽やったかなと思います。さて燃費なんですが、キャラバンの時と同様にメーターの表示で見てみたいと思います。このライズガソリン仕様なんですけれども、1000キロほど走ってみて一番良かった燃費がこちらでした。もちろんこれは信号も交通量も少ない今住んでるちょっとね街から離れたところやからこそ出る数字なんですけれども、実際キャラバンの倍は走ってます。正直ここまで伸びるとは思いませんでした。購入前にとある情報筋からこのライズ燃費がいいですよとは聞いてたんですけども、それ以上の数字を叩き出したので、情報をくれたエージェントには何かご褒美を考えたいと思います。全体的にね、この価格帯やと非常にバランスの取れたいい車やと思います。デジタルインナーミラーがないであったりとか、クルーズコントロールがないであったりとかね、言い出したらキリがないんですけれども、価格や燃費を考えるともう十分な車やと思います。そしてまたね、このキャラバンと違って見た目も使い勝手も全く違う車なんで、運転してても非常に楽しいです。燃費も良くて見た目も可愛くて非常に気に入ってます。というわけで今回は3代目535トヨタライズ納車しましたという動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。535ムービー5でした。グッバーイ。よいしょ。